キャンパコ来ましたね。キャッシャップ。最終ステージだね。はい。キャンパコね、すいません、例の動画ですね、メロンランです。はい、ちょっとデータ不備でまだ更新ができておりません。必ずお約束させていただきますので、もう少々お待ちくださいということで、今日はですね、千箱で練習をしていきましょう。体調はどうですか？体調ですか？うん、言うまでもなく、もう見てわかりますよ。だよな、俺も言うまでもなく足みたいな。今日はちょっと大金引っ張りでペースランニングしていきましょう。はい、まあ、距離を、ね、重視しつつ、まあ、やっぱり後半入れたら一番いいですね。だからまあ計画的なビルドアップができるのが理想的です。はい、序盤はちょっとこう体調を整えつつ、コンディションとリズムを取っていって、で後半上げると。目的を持ってやるときも大事なんですけど、体調がね読めないときとか、まあなるようになるだろうという練習も大事だということですね。じゃあやっていきます。頑張ります。よし、よし、じゃあ行こう。どうしたの急に、スイッチ偉いって。最初の分で決まったぞ。ああ、ちょっと今のコンディションで3分3じゃきつかった、正直。3分15です。さあ、行くぞ。した。まあ2本目というか、まあいける勢いでやって1本目より良かったという感じだし、まあ昨日ね、すげえ脂っこい焼肉とお酒をごちそうになったんですよ。まあお腹が重かった。1本目は本当苦しかった。とりあえずですね、まあ2本目はしっかりできたんで、まあ、練習内容としては悪くないでしょう。あとはね、明日式疲労抜いて明後日に備えていきたいなと思います。明後日は水戸から東京までの120キロですね。この状態で仰向けになって寝るっていう。この状態だと腹部の力が抜けないので、腹部の力抜いて腹筋を発揮するだけ。
けで上体をここまで上げていって、肩甲骨がちょっと離れるところまで上げていく。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。ストップ。